近所の、農家の方に畑やらないかと言われて、でちょっとやりますっていうことで、最初は6畳ぐらいのつもりだったのに600坪も借りちゃってで今3人で友達4人でやってますね。とまあこういったのはミント類ですね。ハーブはこれラベンダーとか、これカモマイルかな、これいつの間にか咲いてた。一緒にやってるのは出版社経営してる子とかデザイナーだったりお菓子研究家とか割とクリエイティブな人が多いですね。コロナ期でそういうフリーランスの人たちが移動しやすい人たちから多分移動始まってるのかなって思うこともあって、そういう仲間たちが僕がまあこっちに来るということで動き出したらみんなが一緒に動き出したみたいな感じですね。こういうとこの、植物の色から自分でちょっとそういう色作ってみたいなと思うようになっていろいろちょっとやりだしてますね。多分また絵が変わるのかなと自分では思ってるんですけど。